ードでも何でも出し合いいじゃん。バカ野郎、お前な全然分かってねえな。今まで脱がなかったから消費者ってのは乾きがあったんだ。出ちまったからもう乾きは十分癒されちまったんだよ。髪ないけど金あるから。だって私まだ脱いでないもん。今年後半はアサリまでやるわ。その後はシジミよ。アポロビルからは契約違反の違約金の請求が来る。どうすんだよお前。プライバシーや過去はある程度犠牲にしても乳首は守らなきゃ。冷たいじゃない。売れて変わるキャラだっけ。あんたがもし超富士山の5合目ファンだったら富士の5合目にニプレス貼りたいってことでしょ。僕のできることなんてこんなことくらいです。タコ、自信ないこしよ。ありえないでしょ。あなたの旦那さんなら大丈夫なんじゃないですか。だってファンだもん。もっと見てえと思ってるよ。あんたは私のファンじゃなくて夫なんだよ。見ててくれる奴がいるんだ。ちゃんとやれ。